まあ、30ぐらいあれば全然問題ないというか、結構いい部類になるのかなと思います、まあ、つまりここ10年で10倍になって、はい、この10倍っていうのはどう見たらいいんですか？非常に多いと。非常にいい、うん、3社でこう唯一、ね、2兆円っていう売上を超えていまして、頭一つ抜けているっていうのが、まあ、ポイントですね。今後マンション増えていくなって見ている方はに投資すべきだ。そうですね。自分から提案したいのはやっぱり個別株投資の方が、まあ、リターンとしてはやっぱりこう得られやすいのかな。いや、中長期視点での、まあ、業績とか視点ですね。配当金についてもすごくこう魅力を感じます、ね、不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。さて、ここまでは不動産関連株とは何か基礎知識の部分を教えていただきました。さて、ここからはですね、実際に優良な銘柄を探す際のポイントを教えていただきます。まずは手元にですね、こちらじゃじゃん、会社指揮法があるんですが、太いですね。しかも文字が細かい。この会社指揮法の見方を教えていただきたいと思います。坂本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず何を見ていったらいいんでしょうか？はい、で先ほど紹介していった、はい、まあ、不動産大手3社をちょっと見せながら、まあ、自分なりにこう私が見ているポイントですよね、はい、これをちょっとね、説明というか紹介していこうかなと思います。大きく分けて3つポイントがあるんですよね、はい、まず三井不動産のページ、銘柄名以外はですね、本当に細かい字とか数字ばっかり並んでて、あのちょっと初心者にはとっつきにくいと思うんですよね。しかもこれね、数字もたくさん並んでますが、そうですね、まず見るポイントとしては、はい、あの左下にある業績欄ですね。これ細かく分けて15ぐらいあの項目あるんですけども、うん、自分がもう真っ先に見るのは左下のこの業績欄っていう部分になります。売上高、営業利益、はい、経常利益、純利益などが並んでますけど、そうですね、いろいろ並んでるんですけども、もう私が真っ先に見るのは売上高と純利益ですね。この2つ、はい、だけですね。利益面では営業利益、経常利益、純利益あるんですけども、最後の純利益がもう配当金のその原資といいましょうか、元になる数字なので、利益はここしか見てないですね。で、だいたい過去3期分か多い会社だったら5期分あるんですけども、まあ、基本的にはこう右肩上がりっていうか、順調に伸びている会社がやっぱりこう選ぶポイントですね。あのガタガタだったり、時にはこう赤字になっているような会社っていうのはもうあの対象から外しますね。で、まあ、例外ももちろんゼロではないんですけども、やっぱ基本的にこう順調に伸びている方が、まあ、株価の方も比例して上がっていくかなっていうのが、まあ、セオリーといいましょうか。やっぱこう流れとしてはそういうふうになるんで、なんかこう見ないといけないポイントだけじゃなくて、見なくていいポイント、この営業利益、経常利益見なくていいよって言われると、すごいこうありがたいで す、 です、ね、初心者からすると。人によってね、いろいろこの重視する利益面違うんですけども、まあ、私の場合はもう最後の数字ですね、純利益を見るようにしています、うん、で2点目が、はい、この真ん中あたりですね、あの自己資本比率とか、まあ、この利益剰余金とか有利子負債です。でやっぱり不動産株の場合、どうしてもこの土地とか建物を作るためにやっぱ借入金が増えますので、あの有利子負債、ここはちょっと他の業種よりも大きくなる傾向になるんですよね。ですけども、まあ、ここをやっぱり多いから却下にしてやっと却下にしてしまうと、もう本当にあの成長している不動産株分からなくなるんで、あの自己資本比率ですね、はい、そのちょっと上あたりにあると思うんですけども、ありました、三井不動産 31.7%。 そうですね、ここがやっぱその 10% 以下なってないとか、やっぱ 30% 程度あるようなやつを、まあ、投資対象として選びます。なるほど、 10% 以下だったらダメで、もう危険水準っていう見方になりますね。 30% 以上だったらゴーサインじゃないか。そうですね、あの業種によってはちょっと違うんですけども、まあ、不動産株であれば30%、 もちろんこう多ければ割合的にその40とか50の方がもちろんなおいいんですけども、やっぱり30程度あれば結構いい水準かなと思います。確かにこれ数字がたくさん並んでて、この 31.7 が
他の企業に比べてどうなのかっていうのが分からないので、うんうん、もう30が目安だよって教えていただいたのはすごいありがたいです。ざっくりになりますけれども、やっぱ、まあ、30ぐらいあれば全然問題ないというか結構いい部類になるのかなと思います、うん、続いて3つ目が、コメント欄ですね。先ほど八幡さんがおっしゃってくれました連続再交易とか書いてあるこの四角の枠の中ですね。あ、これ全部全会社違うんですね、書いてあることが。あ、そうなんですよ、ここはこの会社指揮法の、まあ、記者とかそういった方が、まあ、企業からヒアリングをして、まあ、その内容をこう一行に凝縮したっていうか、まあ、限られたこの文字数でこう凝縮してこう特徴を書いてあるところなんですよ。もちろん外れることもありますけども、やっぱりニュアンスとして、まあ、上り上司なのかそれともちょっと元気がなくなっているのかとか、うん、あとはここのコメント欄で結構会社予想の数字よりも高い利益を言ってそれで書いてあったりすることとかあるんですよね。で実際それが本当にこう公表された場合はやっぱ株価についても、まあ、ポジティブ材料となりますので、うん、結構こう先回りがいの材料にもなる部分でもあるんですよ。じゃあ結構最先端の情報が載っている箇所。そうです。だから、まあ、その予想が的中するケースっていうのもありますので、結構3点目としては自分結構ここをもう本当にこう逃さずっていうか欠かさず読むようにしてますね。例えばこの真ん中ら辺にこう2つ目のトピックスとして政策株って書いてありますよね、うん、はい、これ本文では、アメリカのファンドが、まあ、オリエンタルランド株ですね、これ売却と自社株買い要求って書いてあるんですけども、これ三井不動産実は政策保有株って言って会社で別の企業の上場企業の株持ってるんですね。で、オリエンタルランド株は実は5000億円ぐらいあるんですよね。で5000億、はい、でその他にも株あって全部でだいたい1兆円実は政策保有株持ってる。1兆、豆腐みたいにそうお金を数えるなんて、はい、でそれをこのファンドが売って結局自社株買いに当てようと、株主還元強化に回しなさいよみたいな提案をしている、ね、つまりそれはどういうことですか。まあ、ファンドの提案としては、まあ、株価向上施策を言ってるんですよね。オリエンタルランド株って、まあ、配当利回りで言えば 0.2% 程度、うん、で優待としてそのディズニーの入場券もらえるんですけども、多分なんですけども何株持ってても最大6枚なんですよね。で多分この三井不動産が持ってたとしても多分その役員で換金とかはもちろんできませんので多分辞退されてると思うんですよね、うん、で5000億円そんな置いといたらやっぱ非効率なわけですよね。上場企業っていうのはやっぱりその利益を追求しなきゃいけないので、まあ、5000億円ただ持ってても、まあ、配当金ちょっとしか入ってこないんだったら結局売ってそのお金を使って新たな物件を買いましょうとか、うん、不動産開発したらどうですかと。でこのアメリカのファンドについてはそのオリエンタルランドの株5000億円とその他の株合わせて1兆円を、まあ、自社株買いしてはどうですかっていう提案をしてるんですよ。今の話聞いているといわゆるこう物言う株主といったものなのかなと思うんですけど、うんうん、それってつまりどういったことなんですか。方向性としては、まあ、個人投資家と同じではあるんですよね、まあ、株価を上げたいっていうのが最終目的なんですけども、物言う株主の場合はもう資金力がものすごくあるんで、例えば上場企業の株式の数パーセントとか時にはこう 10% とかもう思いっきり買い上げて、まあ、発言力をある程度高めてから自分たちの意見を主張してくるっていうのがやっぱり一番の大きな違いかなと思います。やっぱり個人投資家の場合はそんなに大量に購入できないので、残念ながらこう発言はできてもその影響力としてはやっぱ限られてくると、うん、でも物言う株主の場合はやっぱすごいこうお金持って時にはその2割3割とか買っていってもう本当にこう発言権をどん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 高めていくわけですね。そこら辺がやっぱり一番の違いかなと。よくニュースとかでこの物言う株主っていうワード聞きますけれども、どういった点にこう注意しながらこうニュースを見てそのニュースをどうやって自分ごとにしていったらいいんですか。まずやっぱり一番最初のこう取っかかりになるのは大量保有報告書になると思うんですよね。そこである程度こう数パーセント大体まあ 5% 以上になってくるんですけども、そこでこう一般にこの、まあ、物言う株主がこれだけ保有したっていうのが出ます。で
それと同時に、まあ、ない場合もあるんですけども、大体その物言う株主はホームページとかで自分たちのこう意見とか株主提案の内容をこう公表したり主張したりするんですよね。でその内容を見て、まあ、自分も賛同するんだったら、うん、まあ、同じように買うっていうのもいいかなと思います、うん、はい。なんか今回のこの三井不動産の話でいうと、例えばこうでも同じ目的、私もこう例えば株持ってます、買いました、投資しました、で物言う株主売りなさいって言ってるっていうことは、でも利益を追求するために言っているのであれば、なんかどちらかというと、ああよく言ってくれたっていうふうに見ていいってことですか。そうですね、やっぱりその物言う株主が動いた後に追っかけてくるっていうか、やっぱりこう後から買ってくるっていうのも結構動きとしてはありますよね。なんかこう物言う株主って言葉 のイメージとしてはこう結構こう悪いイメージですけれども、うんうん、同じ株を持っている人たちからするとそこまでこう悪いことでもない。そうですね、かつてはそのハゲタカとか言われたりして、まあ、そういったどちらかといえば悪い印象、敵対的な関係みたいなイメージはあったんですけども、近年はもう対話ですね、経営陣とか株主と対話をして、まあやっぱ株主還元強化とか、まあ、配当金の増配とか、まあ、そういったこう提案にかなりこう主力っていうかメインの流れとしてはもう変わってきてますね。まずこの三井不動産、この四季報で見るとどういった特徴があるんでしょうか。3社の中でやっぱり売り上げがこう一番大きいっていうのが特徴かなと思います、うん、3社でこう唯一ね2兆円っていう売り上げを超えていまして、頭一つ抜けているっていうのが、まあ、ポイントですね。やっぱり売上高で言えば、まあ、総合3社の中でもナンバーワンとなっていて、でこう事業ポートフォリオっていうのかな、事業がまあマンションとか住宅だけじゃなくて、商業施設とか、例えば三井のアウトレットパークとか、うん、ララポートですね、こういった商業施設なども手掛けていて、まあ、どちらかといえばこう町全体をこう作っていくようなイメージがあるのが三井不動産ですね。町づくりの三井不動産っていうのが、まあ、自分なりのこう印象ですね、うん、じゃ続いて住友不動産の特徴はいかがでしょうか。住友不動産は会社オフィスビルと住宅ですね、ここが結構メイン、まあ、ウェイトとしては大きくて、でなおかつオフィスビルからの賃料収入ですね、これがやっぱり利益の6割ぐらいを占めているのがポイントかなと。で売上高で言えば3社の中では、まあ、3番手ですね、だいたい1兆円前後になってるんですけども、うん、マンション供給ですね、ここにこう強いんですよね、うん、マンション供給戸数では3社でナンバーワンなんですよ、ここがすごくこうポイントというか特徴かなと思います。特にこう近年やっぱタワーマンションとか結構高騰してるっていうか、うん、結構高くなっていますので、そこら辺がやっぱこう強みというか追い風材料かなっていうのが印象、まあ、個人的にはこうイメージがありますね。売上高で言えば、まあ、過去3期でこう1兆円弱ですよね、うん、やってて、で、純利益の欄で見ればこう順調に3期ですね、こう進むごとにこう利益が増えているような感じですね、はい、で自己資本比率も、まあ、30.1% と、うんうん、30% を超えております。で同社の場合は株主還元強化のうち配当金ですね、実は結構中長期で増やしていくっていう、スタンスになっていて、2023年度ですね、ちょっと、まあ、先にはなるんですけども、経常利益で3000億円で1株配当金でこう100円っていう目標を掲げています。で、前期の配当金見ていくと、まあ、52円なんで、まあ、7年かかるわけなんですけども、実は配当金に倍にしようっていう、まあ、結構長期目線で面白い計画があるのが、まあ、ポイントかなと。じゃあ今後マンション増えていくなって見ている方は3社の中では住友不動産に投資すべきだ。そうですね、住友不動産がもう結構こう積極的っていうか結構大胆なプランを掲げているなって、うんっていうのがこの100円配当からもね伺えると思うんですよ。でこういった積極的な、まあ、強気の方針を打ち出せる背景にはやっぱこう
言葉には出せないけども、やっぱ環境が明るいというか、なんかこう強みっていうか、やっぱそういった材料を掴んでいるっていうのもちょっとこう連想ではないですけども考えられますね。何かこれから伸びる、はい、ポジティブ材料が出るんじゃないかと。あ、なるほど、面白いです。裏を読む、そうなんですよ。結構こう連想ゲームみたいなところ実はあるんですよね、株には。そうやって見ると四季報が面白く見えてきました何の変哲もない数字なんですけどね。この3つ目じゃあいきましょうか、はい、三菱地所はいかがでしょうか。はい、三菱地所の特徴はやっぱり東京駅 の、 あの目の前の丸の内のオフィス街ですね。やっぱここも本当にこう日本でも本当に有数って言っても全然差し支えない、まあ、高立地ですよね。これやっぱりすごく抑えていて、なおかつやっぱりここでもうすごい強いっていうのが特徴ですね。でここがもう何て言うか、この圧倒的な存在感って言いましょうか、うん、もうその業績の基盤にもなっているんですよね。でここをこうメインにしながらも、あのアメリカのニューヨークのこうマンハッタンとか、そういった海外展開にも結構こう力を入れていて、日本プラス海外ってことで、結構こう何て言うでしょうか、あのまあエリート集団ではないですけども、うん、まあ、不動産業界で言えばこう王様みたいな立ち位置っていうのがありますね。確かに三菱地所そのイメージがあります。そう、やっぱ王様みたいなね丸の内はこう三菱地所で、で日本橋側は三井不動産みたいな、どうしてもこうイメージありますよね。でもここで本当に圧倒的なんですよ。なんかこう数字はどうですか、この三菱地所の。売上高利益面で見てみても、まあ、基本的にはこう右肩上がりですね。で三菱地所の場合はちょっとコロナ禍の時期ですね、あのマンションのやっぱり、ごめんなさい、マンションじゃなかった、オフィスの空室率がちょっと上がっちゃって、その時はやっぱりこうネガティブっていうか、まあ、懸念材料ではあったんですけども、これももう低下傾向となってきているんで、まあ、そういったちょっと、マイナス材料っていうのはもう払拭されていると。で、将来的に見ていけば、まあ、大阪で言えばグラングリーン大阪ですね、うん、あのよく大阪ではこう最後の一等地とか言われたりするんですけども、まあ、この開業を控えていますし、で、トーチタワーですね、もう日本一390メートルの高さになる、まあ、日本一のその高層ビルもここが手掛けていて、28年だったかな、まあ、開業を控えていますので、もちろんそれ誕生すれば、まあ、賃貸事業の成長ですよね、収益力向上っていうのがやっぱり予想できるかなと思います。これを見て何を基準にどこに投資しようとかって決めたらいいんですか。これからこうスタートさせようっていう方は正直あまりこう一つに絞る必要ないんですよね。株式投資の場合だって分散投資っていうのが重視されますので、まあ、資金人それぞれその、まあ、資金効率っていうのか手持ち の、 その余剰資金っていうのはいろいろあるとは思うんですけども、まあ、自分からのこうアドバイスとしては、まあ、最低単元の100株ずつです、まあ、3社こう均等に分散されるのがやっぱこうベターなのかなと、いいのかなと。例えばこう今新ニーサは絶対やった方がいい、もし投資をやる人にとってはって言われますけれども、そういった時って例えば手元に100万円ありますってなったら、じゃあ今日あの100万円それぞれ分散3つの会社にしようってするのか、それとも毎月10万ずつちょっとずつ3つに分けて買っていく、この方法だったらどっちがおすすめなんですか。自分から提案したいのはやっぱり個別株投資の方が、まあ、リターンとしてはやっぱりこう得られやすいのかなっていうのはありますね。あと三井不動産についてはね、4月に株式分割っていうのをするんですよね。3分割だったと思うんですけども、あの今だいたいこう100株購入しようと思ったら、まあ、4000円ちょっと40万ちょっと必要なんですけども、4月より株式分割3分割されますので、まあ、41万円ぐらいが、まあ、10万円ちょっとになりますので、そう分割された後にやっぱ買った方が、まあ、スタートとしては結構こう、うん、えいやって感じにはならないのかなと、気軽にスタートできるかなと思います。確かに40万円投資しようと思うと確かにちょっと身構えちゃうかもしれない。そうですね、下がった場合また追加投資したいなって思っても、まあ、ちょっとね200株買ったらまあ80万円弱になっちゃうんで、まあ、そうなるよりかはまあ3分割後に買った方が結構その積み立てっていうニュアンスで考えたらまあいいのかなと、
初めての不動産投資、先輩大家さんに相談したい。不動産投資の悩みを気軽に相談するなら、楽町相談室。楽町で検索。それではいろいろ教えていただきましたが、最後に不動産関連企業の場合、見ておいた方がいいポイント、どこでしょうか。これだってやっぱり自分が思っているのが、まあ、工事地価ですよね。まあ、例えばマンションであれば、その首都圏のマンション価格であったり、やっぱこう何でしょうか、もう全部記憶していく必要はないんですけども、やっぱこう上方向なのか下方向なのかと。で、下方向に行った場合は、まあ、その期間であったり下落率とかっていうのをやっぱりこう先読み指標としてちょっとこう頭の片隅に、まあ、入れておいた方がいいのかなと。なんかそれを見て私たちは何を感じたらいいんですか。例えば上がってるんだったら、まあ、株このまま入れといていいな、もし下がり始めてたら、あ、損切りのために早くこう抜いた方がいいな、そういったざっくりとしたもので大丈夫なんですか。ざっくりしたもので大丈夫ですね。あの、中にはやっぱりこう不動産株って値動き激しいやつがありますので、やっぱりその実際の業績で本当にこう下方向に行ってしまった後だと、結構変化、株価が下がっているっていうケースもやっぱり中にはありますので、そのタイミング売買でこうパッと決断したいっていう方にとっては、そういった先行指標がまあかなりこう何でしょうか、目安にはなるかなと思いますね。やっぱり個別企業の業績も重要ではあるんですけども、あとは楽町さんの YouTube チャンネルですね。これはあのぜひこう見ておく必要があるかなと。結構こう私の中の印象なんですけども、いい話も悪い話も結構ネガティブな話もこう平等に言ってくれるんですよね、楽町チャンネル。はい、先日例えばあの晴海フラッグのこう家賃収入っていうかトレンドみたいな、動画が出たんですけども、結構その何でしょうか、もう本当にこう平等な視点からこう動画を作られてるなっていう印象を受けましたね。はい、プロの坂本さんから言われたらすごい信憑性ありますあの結構、ね、個別株ですごい個別株投資にもつながるところがたくさんありますね。さあ続いてですね、この会社四季報の見方、とってもこう勉強になりましたが、それでは最後に今坂本さんが注目している不動産関連銘柄3選を選んでいただきたいと思います。まず最初の銘柄はこちらです。こちらヒューリック。そうですね、証券コード3003なんですけども、ヒューリック、まあ自分は一番先頭バッターとして選ばせていただきました。あのヒューリックは、まあ賃貸事業ですね、これをもうメインにやってるんですけども、その持っている物件のもう大半がこう東京23区内となっていまして、まあ非常にこう旗目から見ても高立地というか、まあ、すごいこう集客力とか魅力のある不動産ばっかり展開してるんですよね。で、会社ホームページ見ていくと、あのヒューリックさんの持っている保有物件の空室率と、まあ、都内の平均空室率の比較があるんですよね。で、それ見てみるともうこう一目瞭然と言いましょうか、すごい差が出てるのがやっぱりこうポイントというか目を引きましたね。あとこちらがヒューリックのホームページになりますね。はいはい、ヒューリックの強みとしていくつか掲げられてるんですけども、あのこのスライドのまあ右上なんですけども、驚異の空室率って書いてあるんですね。これあの都内のまあ平均空室率とヒューリックさんのまあ自社物件の空室率の比較なんですけども、平均 6.4% に対して同社の場合は 0.9% と、まあ、ほぼ満室経営なんですよね。ほぼ満室って可能なんですか。はい、ちょっと信じられないような数字なんですけども、うん、本当信じられないような、はい、だって 1% 切ってます。そうなんですよね。あのコロナ起こる前ぐらいの水準をまあ維持してて、やっぱこれがすごくこう一番の強みっていうか、結局魅力的な物件だからこそ、まあ、これだけこう出ていかないっていうか、空室率が、はい、下げ止まってる。やっぱりこれに魅力を感じています。で、あとはその下なんですけども、銀座エリアに37物件ですね。あの三菱地所はやっぱり丸の内の大家さんみたいな感じなんですけども、同社の場合はもう別名銀座の大家さんと言われてて、で、まあ、銀座エリアに非常に強いと。で、ここはあの外国人観光客が、まあ、観光したいエリアのナンバーワンの地域なんで、まあ、インバウンドとか、まあ、そういった買い物とか、まあ、それで需要とか結構こう掴んでいる。これがやっぱりこう強みの2点目ですね。インバウンドを見越しても今後も伸びるんじゃないかっていう。そういうことですね。はい、
で他にもここもいわゆる中長期視点での、まあ、業績とか視点ですね、配当金についてもすごくこう魅力を感じますね。配当金はどんなところが、はい、2012年に、まあ、1株配当金大体 4.5 円だったんですね、この会社、うん、でそれからまあ連続増配ずっと続けてまして、2017年で21円で、昨年で50円まで増えてるんですね。まあ、つまりここ10年で、まあ、10倍になって10倍、はい、この10倍っていうのはどう見たらいいんですか。非常に多いと。非常にいい、うん、何倍基準だったら。ここら辺明確なあれはないんですけども、はい、まあ普通10年で、まあ、2倍3倍とかで全然御の字みたいな数字なんですよ。へ、10倍ってなかなか出てこないですよね。配当金の頃10倍っていうのは他と比べてもすごいことだと。そうですね、あの NTT が大体20年であそこは10倍だったと記憶してるんですよね、はい、で、はい、利益面としても、はい、まあ順調に伸ばしてきていて、2023年度で1370億か経常利益が増えているんですけども、会社目標で2029年で、まあ、1800億円と、ここからまあ5年間100億円ずつぐらい増やしていくよみたいなビジョン計画が出てるんですよね。なので長期視点でも、まあ、利益も配当金もずっと伸び続けるんじゃないかなって予想できます。さあ、はい、続いて参りましょうか、はい、もう一つが、はいはい、LA ホールディングスですね、うん、証券コード2986なんですけども、こちらの時価総額で見ると、まあ、300億円弱となっていて、いわゆるその中小型株の、まあ、元気のある不動産株から選びましたね、うんうんうん、あの業績面見てみると、まあ、特にその伸びが著しいのが利益ですね。その上で LA ホールディングスというのはどういった企業なんですか。あの新築不動産の、まあ、販売と、あとはあの再生不動産、まあ、中古の再販みたいな感じなんですけども、はあ、それがこう日本柱でやってる会社で、であのここもやっぱり都内中心がポイントなんですよね。でやっぱり特徴的なのがあの利益の数字ですね。2020年度で、まあ、6億5000万円だったんですけども、前年ではまあ、4期でだいたい32億9300万円、すごい5倍弱、まあ、約5倍ですね。でめちゃくちゃ急成長になってて、まあ、株価の方も、一番ちょっと上の図になるんですけども、すごい順調に伸びてますね、まあ、はい、で2020年度でだいたい株価がまあ600円ちょっとだったのが、まあ、去年でだいたい5270円と、はあ、まあ、8倍ぐらい。見るともう2020年に買っときたかったと思います。そういうことですよね。中にはやっぱこういったこう何うなぎ登りっていうか、本当にこう急成長しているやっぱ不動産株もあって、あ、これ素人目で見ると2023年ぐらいからちょっとこう停滞してるのかなっていうふうにこう見てしまうんですけど、それはどういうふうに見たらいいですか。それもやっぱり利益で説明できるんですよね、はい、2022年度、まあ、2年前の数字見ると33億9700万円となっていて、ちょっと下がっちゃったんですよね。でもただこうその年は低迷してるけれども、まあ、これからこう伸びるか停滞するかとかって正直これ見ただけだと私判断つかなくて、私だったらいや停滞してるやめちゃおうって思っちゃうと思うんですけど、どうしてこれおすすめなんですか。見ていただきたいのは2025年度の、まあ、純利益数字ですね。実は51億円っていう目標が出てまして、まあ、2年先の目標にはなるんですけども、まあ、ここから頑張って4割伸ばそうよっていう計画なんですよね。もうこうでも目標って正直目標じゃないですか。そうなんですよね、あくまでそうなんですよ、自分たちがやりたい数字なわけなんですよ、うん、それが果たして実際実態伴っているのか人員がいるのか、なんかこう具体的な何か計画プロジェクトがあってそう見越して目標って言ってるのか、うん、ないけど目標って言ってるのかって、この指揮法だけ見たら私はまだ分からないんですけれども。そうなんですよね、あのやっぱり中にはその絵空ごとみたいなのもあるんですけども、同社の場合はそういう中期経営計画っていうのが出てまして、一応いくつかのその事業展開とかをやろうとしてるんですよね。でそれの積み重ねとなっていて、で自分は決算資料とかその中期経営計画の数字見てみたんですけども、一応51億円、まあ、目指しますよって、まあ、その何ていうか根拠になるのがですね2つありまして、まず1点目がその不動産販売ですね、うん、
まあ、今まではこう都内中心でやってたんですけども、まあ、京都とか沖縄とかちょっとその、まあ、旅行先として人気が高いエリアですね、まあ、幅広い意味でこう全国にちょっとこう人気エリアにこう規模を開発とかを広げていくっていう計画があること、あとはあの再生不動産、こっち今までだいたい1億から4億ぐらいと、まあ、かなりこう富裕層向けっていうか、まあ、高価格帯のやつをこう販売されてたんですけども、新たにまあ7000万円台からですね、ちょっとこう、まあ、それでも十分高いんですけども、まあ、リーズナブル、はい、そのちょっとまあ、落としたっていうかリーズナブルな価格帯で新ブランドを展開するっていう、まあ、2つをこうやることを発表したんです。でその取り組みの、まあ、種まきが結局今期であったり、まあ、来期の予想ですね、ちょっとまあ30億円台になるけど、それで培ったこう何でしょうか、新たな売上とか利益がその2025年度にまあ乗っかっていくよっていう計画なんですよね、うん、なのでまだ2年先なんで、まあ、株価の方もちょっとこう今元気ないんですけども、もしその会社の計画通りですよね、まあ、2年先51億円利益で4割伸びたとしたら、もちろん株価も今のままほったらかしっていうことはちょっと考えにくいのかなと、うん、今までやっぱりこれだけ8倍ぐらいまで伸ばしてきましたので、まあ、同様にこう成長再加速になればやっぱ株価の方も追いついてくるのかなって感じましたね。だからこれだけ見て目標、あ、これ目標の中身がわからないときはそういったあの資料を自分 で、 そうです、ね、ホームページに見に行くということが大切になってくるんですね。そうですね、やっぱりプランを見たりとか、あとはやっぱりその会社説明会に参加するとか、うん、やっぱりそのホームページの IR ページですね、うん、そこでこう情報発信やっぱり積極的にしている会社っていうのはやっぱりこの材料っていうかやっぱり信憑性も高まってくるかなと感じますね。どういったところでこう積極的にあの発信してるなって見たらいいんですか。まずやっぱ更新頻度が高いんですよね。あの残念ながら本当にこう決算発表、まあ、3ヶ月1回するんですけども、はい、それしかしない会社とか、あとはそのそれ以外の例えば配当金増やしますよとか、うん、株主還元強化しますよとか、あとは会社の役員とかがその個人投資家向けにこうセミナーを開催したりとか登壇してこう自分の口で喋ったりするとか、まあ、そういった活動もされるんですけども、そういった活動がやっぱり消極的な会社についてはやっぱりあの、まあ、消極的な会社よりはやっぱ積極的な会社の方がまあ反応はいいかなと。さて3つ目はこれリートになるんですけども、コンフォリアレジ、はい、コンフォリアレジデンシャル投資法人ですね。証券コード3282になります。でリートについてはこういった会社式法であの実は業績とかしっかりは出てないんですよね。一応あるにはあるんですけども、正直ここまで上場企業のように詳しくはないんですよね。難しいですね、はい、さらにこの企業というのはどういった企業なんでしょうか。あのリートになってで投資用途ですね、投資対象としてはあの住宅ですね、いわゆるあのそれこそ大家さんみたいな感じ の、 あのリートになります。で投資対象が住宅になっていて、でなおかつ投資エリアとしてはもう東京都内ですね、あの東京中心のちょっと銘柄ばっかりになって申し訳ないんですけども、まあ、東京ばっかり選んでいる理由っていうのが実はありまして、うん、それがあの家賃のこう上昇幅になります。こちらの2020年以降の各都市圏 の、 あの募集賃料っていうか、まあ、家賃のこう収益というかあの家賃の上昇率のグラフですね。で首都圏中部近畿とあるんですけども、まあ、一番伸びているのが首都圏と。なのでこれはこう貸す側にとってはやっぱりこう今までよりも高いこう家賃収入が得られるっていう、やっぱ先行指標としてはまあすごく魅力的ですね。あの契約中に家賃の値上げ交渉がスタートしているっていう話だったんで、普通あのまあ賃貸住宅って1回借りるとまあ退去するまで普通家賃って同じですよね、はい、借りてる最中に値上げっていうのはなくて、はい、普通退去した後リフォームしてこう魅力度を上げて家賃も上げると、うん、結局先行投資した後家賃によって回収していくっていうのがセオリーだったんですけども、どうやら昨年あたりから住んでる途中でも家賃の値上げ交渉っていうのが起こってるらしいんですよね、うん、確かに友人も言ってましたね。あ、本当ですか。渋谷区に住んでる友人が、うんうん、あのさっき
伝えた3社から借り、うんうん、が作ったあの建物に住んでたんですけど、家賃上げますってお知らせが来たんですって言って、その話題で持ちきりでした。そう、そんなことあるんですね。らしいですね。でもこれ実は過去15年ぐらいなかったんですよね。でも、それだけこうなんでしょう、借りたいっていうニーズが増えてきた結果、結局上がってるらしいんですよね。でこの住んでる途中に家賃値上げ交渉っていうのは東京都内の一部だけらしいんですよ、ね、これあまりこうなかったこと。そうなんですよね。今までにない、まあ、状況が起こっているってことは、まあ、それだけその賃貸住宅の、まあ、需要が高いっていうか向上している大家さん側にとってみれば、まあ、プラスアルファのこう収益源になるわけです、うん、でそういうことを考えるとやっぱりこの間接的ではありますけれども、その東京の、まあ、住宅に投資をするこのコンフォリアレジデンシャルっていうリートについてはやっぱり増配につながっていくのかなって考えました、はい、もう今日本当にもういろんなことを教えていただいて、もう不動産しか今までこう見てなかったのが、その先の不動産株、不動産関連株について基礎の木からさらに実際の具体的な銘柄まで学ぶことができて、この後帰ったらポチポチします。本当は今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。